生まれて初めて好きな人ができてしまった。人を傷つけ拒絶することに慣れてしまった私が人に近づきたいと思ってしまった。クリスマスか、篠宮はどうするんだろうな。しかしここまで行ったらもう恋人とかなんて。キスしたら即恋人なんて子供じゃないんですから。おかわいいこと。会長大丈夫ですか？運命なんてなくていいよ、もういらないよ。ただ、ちゃんと気持ちが入ってないキスなんて虚しい。なぜ逃げる白身だ。会長を前にするとなぜか素直になれないの。好きなのに。俺は一体お前に何をした、篠宮。強い言葉で本音を隠そうとしているのがバレバレ。本音。私はただ普通の恋がしたいの。篠宮は俺のことをどう思って。好きな人に好きになってもらうには自分とは違う自分を作り上げなきゃいけない。くっそ、もっと気張れよ俺。カッコつけなきゃカッコつかないんだよ。すべてを分かち合ってすべてを分かり合えたらそんな素敵なことはないと思うでしょ。だから次は会長の弱いところも見せて